はい、えー、今回の気になる男シリーズ121話なんですけども、タカさんから送っていただいた120話をもとに、いくつかのキーワードを引っ張り抜いてですね、それをもとにお話していこうと思います。よろしくお願いします。今回まとめさせていただいたのはね、小さなホワイトボードを買ってきたんで、そこにまとめました。もともと、このホワイトボードって、まあ、うちの息子、ヤマトくんがね、絵を描いたり字を書いたりする練習に買ってみたんですけども、まあ順調に使ってくれるんでね、ついでにこうやって今回みたいに、 動画の方でも使わせてもらいますまず一つ目のキーワード、えー、一番上に書いてますけども想定できる範囲のことは変化ではないという風なことについてお話しさせてもらいますまあ、よくね、想像もしなかったような変化が訪れたって言うでしょうん、これは本当にね、いい変化を起こしたと思うんですよで、私たちはどういう風うな今後人生が待っているのかどんな変化が訪れるかって少しは想像するんですよねで、その想像した範囲のことだったら まあ想定できる範疇の変化だったなってことでそこまで大きなインパクトを自分にはもたらされないんですよでも自分でも想像しなかったような変化が自分に起きた時ってああやっぱり挑戦してよかったなとかねやってみてよかったなとか意外な未来があるもんだな人の縁って大事だなさまざまな感謝とか感動を得ると思うんですよまあですんで私はね想像力を広げれば広げるほど当たり前の未来がやってくると思うんですよ。 例えば月収100万円の自分を想像したときに、月収100万に実際になっても、まあなるべくしてなったよねっていうぐらいのもんなんですよ。これは月収100万を軽んじるってわけじゃなくて、結局想定した未来ぐらいにはいけるようにしときましょうってことなんですよ。その前に自分の未来ぐらいは想定できるようになりましょうってことですよね。この両方ができなくなったとき、何か意外なことでね、本当に想像もしなかったような未来が訪れるっていうふうな現場にたどり着くんですよ。 まあこのロジックですよねちょっと難しい言い回しになりますけどもまあ言いたいことっていうのはまずは自分の未来ぐらい想定しましょうとそして2つ目想定した自分の想定した未来ぐらいには行きましょうってことなんですよじゃああなたはどんな1年後の自分の収入を想定しますかってこととかねまあ、YouTube の動画のやり取りでも何話まで行くかってことは想定しましたかってことですよね 私はタカさんとは1000話っていうのは見えてるんですけども、1万話ってのはわかりません。ただ、1000話は当たり前のように行くと思うんですよ。そして今120話でしょ。もう1割が過ぎたわけですよ。ね。だからそんなに難しいことはないと思いますし、じゃあ1話行くまでに一体いくらぐらい稼げるのかなと思うわけなんですけども、おそらくね、おそらく1ヶ月で例えば30万稼げたとしたら、10ヶ月でどうでしょうか。300万ですよね。まあ、 そのぐらいの金額が見えてくるかなと500万とか1000万っていうのは多分この気になる男シリーズ1000話が終わった頃にはあ結構稼げたよね1000万かみたいになると思うんですよつまりは1は1万円の価値を帯びるということにもなると思うんですよねこれが私の想定ですそしてこの想定ぐらいはクリアするというふうに数々の YouTube をやってきた私10年間やってきた私としては想定の範囲内っていうふうに収まってますね気になる男シリーズも1000話を迎えた頃には1000万 中には、ちょっと高額な商品も出てくるかもしれません。今はね、タカさんが今、あの、頻繁にお勧めしている、脱初心者講座 YouTube。これでね、2週間で3000円。まあ、これを皆さんに販売してるんで、ぜひね、これ、受けていただいて、初心者を脱出して、初心者を脱出した YouTuber になったら、どんな世界が見えてるのかってことを感じてもらいたいと思います。うん、えー、これはね、最後にね、どういうふうな未来が訪れるかってことをお話しますね。じゃあ、二つ目。 つ目何が書いいいいててるか分かんんないと思いまますすけど読みますんで安心してください変わる不安変わらない不安どうでしょうかね誰しも新しいことに挑戦するとどんな変化が訪れるのかどんなことが待ってるのか期待もあるけど不安もありますよねどうでしょうかねこれがね変化する不安なんですよでも考えてみてくださいよ変わらないことにも不安ってありませんか今の収入で変わらなかったら不安じゃないですか 今の自分の考え方がこれ以上進化しなかったら不安じゃないですか。世の中のあらゆるものに置いてかれて自分だけ変化しない。不安じゃないですか、ね。そこには期待はないんですよ。この違いです。変化すると期待もあるし不安もあるんですよね。ドキドキワクワクってやつです。ドキドキもあるしワクワクもある。と。こんな感じです。でも変わらない不安って不安しかないんですよ。 変わらないことによって期待できるものってありますないですよね。ということは、どっちがより自分を拡充することができるのかって答えは明らかなんですよ。変わらない不安。まさに変わらなければ不安だけが来る。このままではずっとこのままですよ。でも変化を求めていけば少なくとも期待する未来っていうのも見えてくるんですよ。反対に期待したくないようなちょっとね、残念な未来も見えてきます。二つ。 見えてきますよねだから差し引きゼロだと思うんですけどねはいじゃあ3つ目いきましょうかあのコールダックのお話どうでしたタカさん再生回数1000万回2000万回でしょ私が見た時はでもあんなになかったんですよ、ね、数十万回100万回ぐらいだったんですよねで数年の間に数千万回に行きましたこのコールダックの動画っていうのは、まあ、当たるだろうなと思うのはコールダックを変える環境 を持っっててる人ってほとんんどいないなですよものすごく広い場所でないとコールダックは買えませんからねそれからコールダックはあの,ー、あの排泄のねしつけはできませんのでおむつをつけたりとかそれから部屋の中で買う場合はあっちこっちにまああのうんこしちゃうねことを覚悟しなくてはなりませんでこのコールダックの動画を撮ってる家族ってのはおそらくうんまあ広い土地がある例えば新潟のね 田,田舎とかで、でで広大な土地の中でやってるんでしょうね。ご近所との関係もよろしく庭もものすごく広いと思いますそして水浴びができる環境を持ってそして日々コールダックさんに水浴びを差し上げたいとか健康状態を保つための病院もお持ちなんでしょうねきっとね、まあ、そういうことが想像できるわけですよ何せねコールダックが大好きでコールダックのすることなすことをもう本当に好意的に受け止める そんな人たちで家族が構成されていると思いますで3歳ぐらいのね、あの女の子も、この動画にはちょっと声だけで,だけですけども、出てくるんですよね。となると、子育てしながらコールダック育てというね、この環境を持っていることでも、かなりの力量とね、まあ、生活再現がうかがえるわけなんですけども、今となっては、この家族、コールダックが養ってますよね。もうタカさんだったらお分かりいただけると思いますけども、この再生回数で広告がつくわけですよ。 ね、どのくらいの収入になるのかって簡単に考えてもわかりますよね。でも、このコールダック家族、ヒカキンさんとかはじめ社長ほどは有名じゃないんですよ。ほとんど知られてないんですよね。でも、こういう知られてないジャンルの中に、実は私たちの求めている YouTuber 像ってのがあるわけですよ。さあ、このコールダックの動画、ここまでうまくいってるのに、なんで真似する人がいないんでしょうね。わかると思うんですけど、これね、真似できる人ってあんまりいないんですよ。単純ですよ。コールダックを、 何匹か仕入れてきて大事に育てるそれだけですよでもコールダックと共に暮らすってことって非常に難しいですまあなんせコールダックが大好きじゃないとできないですしその大好きが続かないとできないですし大好きだからこそどんな場面でも動画に撮りたいっていうそういうふうな日々になってくるんですよとてもじゃないけどもどっかでお勤めをする傍らにまあ犬とか猫を飼うようにねコールダックを飼うことはできませんコールダックちゃん 一日中相手をしてくれる人がいないとそのまま元気がなくなって死んでしまう場合もありますワンちゃんやネコちゃんってのはね自分の時間で昼寝をしたりとかね好奇心のままに動いたりすることもできますけどもコールダックはそうはいかないです、うん、やっぱ群れで生活する動物ですからね、うん、犬や猫のように、うん、やっぱこうポツンと一人とか二人で過ごすにはできてないんですよねだからコールダックちゃんはいつも賑やかな環境で自由にさしてあげることができなければこれは ダメなんですよね、うん、だからこれはね空間的にも物質的にも自由にさせるってことが必要なんですよだからなかなか真似がしにくい種も仕掛けもないんだけどもコールダックを飼うってことだけでも難しいんですよで私もね近くのペットショップにコールダックを見に行ったことがあったんですけどもほとんど扱ってないですねでペットショップの中にコールダックのことに詳しい人が1人いるかどうかっていうレベルで実際にコールダックをアテンドすることってのはほとんどないですですのででそれほどまでにコールダックを 手に入れたり実際に買うって環境は難しいんですよねはいところがですねその参入障壁をくぐり抜けてコールダック愛に支えられて今はコールダックが家族の収入を支えてくれてるというこの図ですよまさに自動販売状態ですコールダックちゃんがもしねこのまんま寿命を迎えたとしてもコールダックの寿命ってのは10年前後だそうなんですけども寿命を迎えたとしてもこの YouTube 動画がずっとね再生回数を稼いでくれるんではなかろうかというふうに思いますねはい次です じゃあ民主主義についていきなりですけどもちょっとお話ししたいと思いますあのこれはねあのガーシーっていうユーチューバーが国会議員になったことに端を発してるんですけども今後 NHK 等ではユーチューバーさんがどんどん選挙に出ていってユーチューバーが議席を取るっていうふうな方向で進んでいくそうですけども私はこれは時代の当然だと思うんですよもともとは増沢内閣っていうユーチューバーさん増っすっていう方がね寅さんの格好をしてあのユーチューブに出ていたんですけども え確かね慶応大学の法学部卒業してる方なんで賢い方なんですよまあ顔もいいですしね人気だったんですよでこの方が NHK 党の第1番目の立候補者として出るはずだったんですけども実際はね、あのー、エラテンさんとかとの関係もあったりとかして出馬を取りやめたっていう経緯があります衆議院議員に立候補するはずだったんですけども出馬を取りやめたって過去が56年前にあったんですよね で、そこからなんですよ。YouTuber が選挙に出たら、YouTuber の再生数も稼げるし、YouTuber 自身も有名になるし、しかも YouTuber としてチャンネル登録が増えていく、20万人、30万人の方は当選する可能性が非常に高いんですよね。地方選挙、市議会選挙、県議会だと、1000票ぐらいで当選しますんで、もうあっという間ですよ。多分私も当選するでしょうね、1000票ぐらいでしたら。で、YouTuber をやってるってことは、そういうふうなね、 他の業界にも顔がきくってメリットがあったり、特に政治家になると、政治家を辞めた後も元政治家 YouTuber ということで、えー、参入障益を高くしたまま活動できるんですよね。で、あと、多くの人が分かりにくい政治について、分かりやすくメディアとして発信することができる、しかも内部にいる現役の政治家がね、そういったメリットもあるわけですよ。で、政治家から見たら他の政治家とかね、本当はあの記者会見どうだったのかなとかね。 岸田総理と会ったた感想はどうでしたかみたいなこともきちんと語れたりするわけなんでまあこのね政治家になる YouTuber っていうのはこれからどんどん増えていくんではなかろうかと思いますさあそこで民主主義ですよ民主主義は何ですかって聞かれた時に明確に答えられる人はあまりいませんけども民主主義とはどういうことかっていうと少数派が多数派になっていくそのプロセスのことを民主主義っていうんですよねつまり民主主義っていうのはみんなが当たり前に感じることを 必ずぶち破って少数派っていうのが出てきてその少数派が時間をかけて多数派になって一般化されていくってことこれを繰り返すのが民主主義なんですよだから民主主義っていうのは少数の意見にもきちんと耳を傾けてあの少数の意見だとしても軽んじることがないんですよねなぜならその少数から多数が始まるからなんですよで今の多数が少数になるってことも覚悟しなければならないからなんですよねそれが時代が変わるってことなんじゃないかなと思いますえー、以前 20年ぐらい前ですか。携帯電話が世の中に出た時に、携帯電話をもう絶対に持たないぞって決めた人もいたと思うんですよ。でも今はそういう人でも持ってます。で、携帯電話を持つ人はすごく最初は少なかったんですよ。少ないからこそ、携帯電話から携帯電話の電話ってほとんど起きなかったんで、最初はむちゃくちゃ不便だったんですよね。でも、携帯電話を持って話している姿を見ると、確かに便利かもしれないなって気づく人がだんだん出てきて、で、だんだん契約することが増えてきた。 そうすると今度は携帯電話同士の電話が一般化されてきて黒電話は随分不自由だよねってことになる留守電って不自由だよねってことになるじゃあ自分も携帯電話契約しようかなそしてかける先の人も携帯電話持ってるからって感じで勢力が逆転して今や携帯電話はいっぱい化されたわけですよそうなってくると民主主義ってものを知ることができる最初は少数派だったんだけども今となっては多数派これこそまさに想定できる範囲のことではないような未来が来たってことだと思うんですよ ところが、携帯電話事業に関わる人や、そこに投資した人っていうのは、そうなる未来を想定できたからこそそこに投資してそこで働いたんですよね。そして、実際に自分の思ってたような未来を今手に入れてるわけなんですよ。で、私たちはその枠外にいて、どうなるかわかんないけども観察してったらそうなったよねっていうところで乗り込んできたわけですよね。だから後発組になっちゃうわけなんですよ。で、YouTube っていうのは、まさに、 以前は少数派だったんですけども今は多数派になってきましたどんな多数派かっていうと視聴する多数派っててのが出てきましたね以前 YouTube っていうのは本当にねあの動画投稿も少なくってそのジャンルも少なくってで洗練された動画があんまりなかったんで見ても面白くなかったんですよでもそこに可能性を感じた人がいろんな動画をアップロードすることによってこんな動画でも楽しめるんだ素人の人が何をやってるのかっていうのも面白いよねってつまり普通の人が テレレビを見るとタレントトやススペシャリストが出ていたんですよそこには普通の人ってめったに出なかったんですよね。でも自分と同じ立場の普通の人が何をやって何を考えているのかってことが結構面白いぞってことになってきたのに多くの人が気づいて普通の人が普通の人を見たいっていニーズが高まってきたんですよ。で今がその過渡期成長期ですかね。もう YouTube を見ると普通の人が発信してるんですよね。で普通の人が普通の人に興味を持つ。まさにこれは 普通の暮らしなんですよ。普通の暮らしがリアルじゃなくてバーチャルに来たってことなんですよね。でもバーチャルなんだけども、そこにはリアルな人間が何の気負いもなく普段の暮らしをしているんで、そこに交換や信頼が生まれるっていう形ですよ。そこにビジネスを入れてったりとか、コミュニティを入れてったりとか、そこに趣味の仲間を作ったりとか、出会いで恋愛が始まったりとか、様々あるわけなんですよね。YouTube で私の彼女になってくれませんかっていうふな、そんなチャンネルもあります。ずーっと喋っていて、今はもうそのチャンネルありません。 彼女ができてご結婚されたんだということで後聞きました。だからそういう風うなねあのことも可能になってきますし、以前ね就職活動のキクチっていうのがいたんですけども、そのキクチっていうのは何かっていうとユーチューブでねあのー、あらゆる会社の人材を扱っている人事の人にメッセージを送ってたんですよ。新しい社員募集で苦労してる人事の君、俺を採用してみないかみたいな感じでずーっとね偉そうに喋ってるんですよ。でもその人もすごく注目されて。 注目されると広告効果がありますから採用したい人事って出てきて就職しちゃったんですよね。でそういった YouTube による逆指名っていうのも結構うまくいくってことなんですよ。で以前はそれが少数派だったんですけども今は逆指名が多数派になってきてもう珍しくなくなっちゃってるんですよね。逆転現象が起きてるってところもあります。これもだから想定しない未来だったのかなと思いますけどね。はいということでいろいろとお話ししましたけども最後にねタカさんの 脱初心者講座 YouTuber 講座ねこれ2週間で3000円ぐらいでしょ初心者を出したらどんな良いことがあるかってことをお話して今回終わろうと思いますこのプレートの一番最後にピラミッドが書いてますけども YouTube を始めた時ってみんな初心者なんですよ初心者って一番多いんですよで初心者を抜けるとレギュラーになります初心者じゃない YouTuber さんですよねその次に中級者がいますもう稼ぎ始めてる人とかねで上級者は稼いだり 多くの人に影響を与えるよううな、まあ、トップと言ってもい,いでしょだたいこんな感じでランク付けされてますけども初心者の方っていうのはまさに自分の下に何もないんですよねだから商品を売るのは非常に難しいですでも初心者を脱したら何が起こるかっていうと初心者を脱してない初心者に対して指導ができるわけですよ気づきを与えることができるんですよだからこのレギュラーっていうところに行くともうね商売ができるんですよねあなたも脱初心者になりましょうっていうような呼びかけができるんですよ これすごいいメリットだと思いません、ね、あのタカさんの脱初心者講座を受講してクリアしたらもう初心者じゃなくなるんで今度はね自分自身でタカさんの脱初心者講座を参考にして自分の商品を作れるわけですよで商品の中身を知るためにも脱初心者講座を入った方がいいんですよ3,000円払って2週間で自分の商品を作るヒントが大いに得れるわけですよ内側からねこれってすごいことだと思いませんか そして集客方法も見るることができるんできんすよね中級者になったらもっとですよ。なぜならレギュラーと初心者っていうこのぶっといこの人材の層をね相手に商売ができるわけですよ。もちろん上級者になったら全ての人に対して商売ができるんでアクセスも高いし収入も高いよねってことになります。まあこういうメカニズムで YouTube の世界ってできてますので。 自分が初心者だと思う方、まず初心者を脱出することによって、初心者を導いてあげれるような、まさにあなたがコンサルになるわけですよ。まあ、そういったメリットもありますんで、ただ自分が YouTube に詳しくなるだけではなくてね、く詳しくない人、YouTube にまだね、えー、どっぷりと使ってない人に手を引いてあげることができる。そして、えー、変わる変化と変わらない変化について教えてあげること。あ、か変わる不安と変わらない不安についても、 伝えてあげることができるんじゃないですかね。多くの人にきっかけを与えることになると思います。えー、ということで今回は以上になりますね。たくさんお疲れ様でございました。次は122話を期待しております。じゃあ補足動画でお会いしましょう。